You're listening to Shibuya Cross FM. みなさまこんばんは。毎週水曜日夜10時から鳥羽あけみのミラクルクルクルをお届けいたします。先週はお休みをさせていただけましたいただけましていただきまして、神戸に行ってまいりました。今日はですね、ちょうど1年前もこの水曜日、実は5月に、ビューティーワールドジャパンという大きなですね、ビューティーヘルス関係の、商材が集まる、イベントがビッグサイトでありまして、今日も3日目が終了いたしまして、帰ってきてこちらに参りましたが、本当にすごい人でした。やはりですね、エステサロン関係の皆様、ビューティー関係もう、最新のものが揃っていまして、お安く購入できたり仕入れるということで、本当に大勢の方々がいらしてましたが、本当に綺麗な方々が多いなと思って見ておりました。綺麗といえばですね、今日はゲストがなんと皆様2回目のご登場でして、前回覚えてるかな、フィジークの、優勝した日本クラス別女子フィジーク選手権、優勝の久野彩子さん、アジア大会に行くんですよというお話をいただいておりましたけれど、帰ってきたら来てねって言ったら本当に来てくださいました。イエーイ、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に忙しいんです。帰ってきてすぐですから。なんですけれど、もう本当にもうね、2つ返事なんていうの、もうはいはいって言って来てくださいまして、本当にありがたいなと思いますが、前回も素敵な、ボディを拝見してキャーって言って、すっごく私が一番興奮しちゃったあの時を覚えていますでしょうか。そして今日もおいでいただきまして、大会の後ということで、体が出来上がっているんですよと言ってたら本当にすごくって、そんな姿を今日は皆様方に、ご紹介もさせていただきますし、最後にね、素敵なポージングを見せていただけるかなと楽しみにしております。ということで、まず今日のファーストナンバーお届けいたしましょう。翔子でネクスト。月のドアを開けて、また願いが目の前に立つ。もう私は夢の旅の途中。Seem to get by Bye.
本日のファーストナンバーは翔子で Next Door でした。さて、今日のお客様もうね目の前にいらっしゃるので、ご紹介いたしましょう。日本クラス別女子フィジーク選手権158センチ以下級の優勝者、久野綾子さんです。こんばんは。はい、ということで、2回目のご登場、本当にお忙しい中ありがとうございます。半年ぶり、半年ぶり、はい、だからそうなんですよ、来年出るんですよって、あれ来年って言ってた。そうですね、はい、なので本当に年末の寒い頃、そうなんです ねおいでいただきまして、12月ですね、11月か12月、そう、はい、なので本当にね、アジア選手権出る時にはもっとキューって体してますよって、また帰ってきて食べちゃいましたけど、だけどやっぱりこうサイズ感じゃ2キロぐらい、はい、たった2キロって感じだけど、でも皆さんご存知でしょうか、フィジークと今ご紹介しましたけれど、よく皆さんが、ボディービルとか、うん、ね、美ボディとかフィジークとか、うん、いろいろこう最近はね、体の、コンテストとか、コンテストっていうの、ベストボディとか、そう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 、はい、ね、なので、皆さんお間違いになるかもしれないので、はい、そのちょっと違いを教えていただけますか。はいはい、まずね、女子のボディービルってなくなっちゃったんですよ。あ、なくなっちゃったの。女子のボディービルっていうカテゴリーはなくなっちゃったんです。女性らしくなくって、人気も不、まあ、日本ではあんまりね、不評だったので、いや海外でも人気が下がってきちゃって。そうなの。はい、それで女子フィジークっていう新しいカテゴリーができたんです。はい、中身はほとんど女子も元のボディービルと変わらないんですけど、うん、少し丸みがあるとか、うんうん、女性らしい優雅さ、へ、はい、女性らしさを追求した、動きとかポーズ、あー、そうか、の審査の点数もそういう風に入ってる。なるほど。はい、っていうことは、綾子さんは、はい、このフィジークを、はい、フィジークになってから始めた、それともその前から。今年13年目なんですよ、競技始めて。ですよね、最初女子のボディービルから始めて。そうか、だからやっぱり途中からフィジークになった、はい、に変わったけど、ね、そのままやってるってことですね。はい、でそのじゃあ、ボディービルの時とフィジークの時では、はい、なんかそのトレーニングの仕方とか違うことありますか。違いますね。丸みのある筋肉を作るのにどうやってやればいいかなって、こう丸みのある筋肉、だから休憩から、うん、そのセット回数から動かし方から、うん、全然違います。へ、どうやったら丸くなるのかなって。ねその、ボディービルの時の筋肉は、うん、じゃあ例えると丸じゃなくて何、ハードであれば岩みたいな感じ。なるほど。見た感じもうゴツゴツしてて、うん、固い感じになってればいいので。あ、そう、うん、あらら、らじゃあ随分違うんだね。審査員の先生にも、うん、女子フィジークになってから、うん、また生き生きしだしたって言われました。あ、皆さんが、あ、じゃなくて私自身 が、 あやこさんが、はい、ちょっと低迷してたんですよね。日本選手権って言って、はい、日本のトップって女子12人入賞するんですけど、うん、まあ12位とか10位とか、うん、で女子フィジークになってから5位になったりとか、へ、8位だったりとかして。あ、そう、はい、やっぱりあれですかね、その筋肉 の、 その評価の仕方で、はい、やっぱりその体の大きさとか、うん、筋肉の質とかで、うん、やっぱり違ってくることがあるんですかね。うん、あとフリーポーズっていう30秒間の自分 の、うん、はい、表現力を見ていただく、うん、筋肉を使った表現力を見ていただくのがあって、うん、フリーポーズがすごく得意なんですよ。それがなんか評価されるんだと思います。なるほど、はい、そうか。なんかフリーポーズという言い方だと、はい、例えばフィギュアスケートもなんかそういうような感じ で、 そうです、はい、フリーとなんだっけ、はい、ショートプログラム、そう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 、はい、ショートプログラムで技術点が、ね、うんうんうん、高かったとかって言って、フリーポーズだとなんて言うんでしょうね、フィジークも規定ポーズと、うんうん、それからフリーポーズとあって、へ、はい、決まったポーズをみんなで比べるものと、うん、あともう好きにしていいよって、でもたった30秒なんですけれども、ね、30秒の中でやっぱり表現するって難しそうなんですけれど、はい、うん、もうでももう第一印象ですよね。もう出てきてポンっていう、へ、そこでもう目を釘付けにしないと。
なるほど。だからこう1年間365日ずっとトレーニングしてきて、うん、見てもらうのはその規定ポーズやってるの多分3分か5分ぐらいの審査と30秒のフリーポーズなので、はい、本当にすごいちょこっとだけなんですけど。ちょこっとだね。はい。でもそれでも1年自分でやってきたことが丸見えになるぐらい、うんうん、後から自分でもあの見てもへわやっぱり継続は力なりですね。あ、そうですね。うん、やっぱりほら、ずっと続けてきたからその本番で、うんうん、その短い時間でもやっぱり表現ができるっていうことでしょうね、うん、普段からポージングの練習したりとか、うん、そういうのもずっと続けてるし、あとは普段もあのお化粧とかも頑張るようになりました。髪型とかお化粧とか、まあ、あのウェアとかも、あ、そっか、それもイメージ作り、う、うん、自分でいつもおしゃれで女の子らしくいられるようにしてる、うん、へ、はい、やっぱりそういうのっていいですね。やっぱり昔のそう、うん、私もそのイメージとしてはボディービルっていうとただ真っ黒で本当にこう大きい、うん、なんか化粧気がない、あ、ちょっと男性っぽい、やっぱそういうの関係なかったよね、うん、うん、確かに。で最初私が始めた頃も、はい、こうつけまとかしてトレーニングしてたら、うん、なんでそんなのつけてとかって言って、嘘、ここ先生に怒られた。あ、全体的にやっぱりそういう風潮だったのかな、うん、チャラチャラしてんなみたいな。だからそれが嫌だったので、うん、余計、うん、あのずっとしてたんですけど、お化粧してたんです、うん、ちゃんと、うんうんうん、あ、そう。でだから競技が私に追いついてきた、うん、ナイス、競技が私に向けて変わってくれた。ちょっとそれミラクルクルクルじゃない。ほんとそう、うん、だからこの競技になってよかった。ウエストも細ければ細いほどいいし、いい、うん、腹筋はあるんだけど、うん、ウエストはなるべく細く、そうだよね、女性らしいメリハリがあるような、だからコカ・コーラの、あの、そうだよね、そうだそうだ、うん、やっぱりこのフォルムって大事ですよね。そう、フィギュア競技だから、そうそう、うん、体重がどうのこうのというよりも、はいはい、やっぱりそのちょっとヒップとかバストの位置とか、うん、まあ、盛り上がり、その丸みっていうのかな、うん、やっぱりそういうのが評価されるっていうのは嬉しいですね。そうで、こういう風なのが評価されるっていう風に傾向が分かったら、うんうん、それに向けて1年間こう作り込んでいく楽しさがある。自分でこういうトレーニングして、うん、こんな回数でこういう動きでやって、うん、舞台に立ったら丸い肩になってて、うん、よかったねって言われる、よか、ああ、今年よかったよって言われるとか、へ、あとは食事とかですね、はい、そうですね、はい、やっぱり食事も大事ですよね。食事 80% ぐらいですよ、ほとんど食事。あ、やっぱりその筋肉を作るための食事、体感としてはそう、自分の食べたものが体になるから、なるからね、うん、でもなんかそう難しくなくって、うん、美味しい、これが私の筋肉になると思って食べれば大丈夫。かわいい。これ食べたら、うん、あ、なんか明日またトレーニングしなきゃ嫌だなとか、そう、嫌だなとかって思いながら食べたら、やっぱりホルモンも悪いものが出る。そうだよね、本当美味しいって思って、そうそう、でもそれ今日もありがとうって思って、大事大事。え、じゃあ甘いものはあんまり食べないの？大好きだったよね。そう、だからちょっと今、大好きなんですよ。そう、まだその体を作るのにそれはダメなんですって言われたら、ちょっとあら、どうしようかなって思ったんだけど、やっぱり大好きよね。大好き、そう、お友達と美味しいもの食べるのとかも好きだし、うんうん、だからもうちょっと食べられない時でもなんかプロテインバーみたいな、少しあの、はいはい、砂糖が少ない、うん、あのプロテインが入ったようなお菓子あるんですよ、うん、でちょっとつまんだりとかします。あとはそう、ちょっと何かこう、うん、イベントがあった時は、うん、今日はいいよねって言って食べちゃいますよ。あ、そう、でその分頑張ればいいので。 そうだよね、そう、私もそう思うの。そのね、どか食いしたらそりゃ急にね、うん、わーんって上がっちゃって、うん、戻すの大変ってあるかもしれないけど、うん、やっぱり自分にトリート、少しなんかこうよく頑張ったねみたいなのとか、うん、美味しそうだから食べちゃえみたいなので、あと頑張れば、はい、そうです、ね、追いつきますよね、はい、そのためだったら頑張れるもんね、うん、あとは普段食べてるものとかも気をつけて、うん、あの選んで食べて、うん、有機野菜食べたりとか、はい、お肉も選んで買いに行ったりとかしてて、なるほどね。やっぱりあのコンテストで優勝するっていうか、みんなが頑張ってるんだから、やっぱりそのちょっと抜き出ないとダメだもんね、うん、あ、そうですね。もともと私あの胃腸が弱くて、はい、で体もそんなにこう大きくなかったので、うん、才能ないってすごい言われてて、うんうんうん、やっぱりいくらでも食べれて、うん、胃腸が丈夫な人がこの
競技は強いんですよ、うんうん、筋肉がどんどん大きくなっていくから。え、あ、そうか、うん、で私はちょっと食べ過ぎると胸焼けしちゃったりとか、うん、そういう体質なので、うん、もう本当に気をつけて食べるものは本当にすごい気をつけて食べて、うん、でトレーニングも人のなんかこう頑張ってよく人の倍、うん、で3倍やれば、うん、こうやらないって一人前とかっていうけど、3倍もやったら私体壊れちゃうから、うん、そうだよね、いかに効率よく自分に効かせてやるかみたいなのも関係してきて、うんうんうんね、全部できればいいですけど、そういうわけにはなかなかいかないですもんね。またあんまりこうストリクト、あんまりこう自分にこうじゃなきゃっていうとまたストレスにもなっちゃう時もありますよね、うん、か自分のできる範囲のギリギリの、うん、そのグレーゾーン、自分の実力が 100% だとすると、うん、100% 出すともう落ちてっちゃうだけなので、次90、うんうんうん、80になっちゃうから、うん、70から80、95、80ぐらいのグレーゾーンをずっとキープして、60% じゃダメだけど、うん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 、そこキープしていくのがコツっちゃコツみたいな。なるほどね、あんまり踏み外さないし、そうかそうか、あんまりうんね、かっ飛ばさないみたいなそうだって、そうするとなんか長く続けられないっていうのもありますよね。やっぱりそれってまあ、そのトレーニングもそうでしょうけど、まあ、お仕事でも結構何でも言えるのかもしれませんね。ああそうですね、そうかもしれないです ね、 そうです ね、 ね、最初頑張ったガーってやったら急に嫌になっちゃってキューってなりかねないですもんね。うん、そういうこともありますけどね。そうそう、やっぱりさ体力とかも、はい、やっぱりこう自分のこの辺がいい感じっていうのっていうのはやっぱり続けてないとなかなかわからないのかなとも思うんですけど、そう、あここで、あ無理したらすごい疲れちゃうから、うんうんうん、ちょっとここでブレイク入れようみたいなのは気をつけてますね、やっぱり、うん、分かるようになってきた、うん、だから週に5日トレーニングしてるんですけど、うん、7日あるじゃないですか、はい、やっぱり日曜日ともう1日ぐらい休みます、うん、あ仕事もある、仕事は週6日やってるので、うんうん、そっか、やっぱりフリーでなんか体も休ませるっていうか、なんていうのかな、ちょっとリラックスさせる感じ、体使って働く仕事な、パーソナルトレーナーと、うん、スタジオのインストラクターやっているの で、ね、体使っちゃうのでお休みもうまくとって、うんうん、はい、なるほどですね、うん、それではじゃあ後半はアジア選手権のねお話を伺いたいと思います、はいね、なので、ここで、セカンドナンバー入れさせていただきます、サウンドフレークで春色、はい、下へと下がるほど早くと叩くみたいにも時間がないみたいに廊下割るまで舐めて、ああ時間割ると思ったらかすれるのいつか目印は間違いないよって言うよ今にも。消すのを忘れたルームランプは切れるまでそのまま「転ばずに済んだ日は増えてってて」
セカンドナンバーは、サウンドフリーク春色と言いましたが、私間違えまして、ベネで似たもの探しをお届けいたしました。失礼いたしました。元気な歌でございましたが、今こそこそ私たち何をしていたかと言いますと、実は、この世界選手権大会、あ、間違えちゃった、アジア選手権大会って先ほどご紹介しましたが、フルネームが分かりました。フルネームは世界アジアボディービルフィットネス選手権大会ということで、実はアジア地域なので、いろんな国っていうか、あの、私たちがアジアというと一番身近なのが東南アジアだから、タイやら韓国やらね、いろいろ思うんですけれど、アジアっていうともっと広い範囲なんですよね。はい、どんな国が来てましたか、今回は。イランとかイラクとか、ウズベキスタン。すごいね。もう本当に、あの、手足長い、猿が違う、元違いすぎるみたいな。もうそうだよね。だってインドの方もいらっしゃれば。違いますよね、はい、もうその身長から。だけど、はい、今回ほら、日本の、ね、クラス別だから158センチ級で優勝ですけれど、はいはい、そのやっぱり各国で、優勝した方が出てくる、はい、でそれもその158センチ以下級とかそういうクラスに分かれてたんですか。あ、女子のフィジークは6人だけだったので、うん、はい、全部一緒にやりました。そう、はい、ということはやっぱりより抜きの方々が集まっているということですね。そうですね。うん、すごいよ。そう、うん、すごいよ。すごいすごい。あの、すごいってなんですごいすごいっていうかっていうと、あ、なんか今画面見たら、あの、白と黒のオセロみたいって思っちゃった。あ、そう、オセロみたい、よく言われます、はい、あと手のひら白いよ、白いよ。あ、ほんと手のひら白い、ほんとだ、はい、面白い、足の裏も白いよ。そうで、あの、なぜかというと、あの、彩子さんのフェイスブックを見るといっぱいいろんな人が、あの、アジア選手権のフィジークのね、そうなんです、かっこいい、キャー、イエーイ、ありがとう。ほら、そうなんです、すごくない、これこうやってやっただけで向きだよ、はいはいはい、あとね、あの、10分少々したら、あの、本当にこのフィジーク の、あのポージングします、はい、ポージングするので、またちょっとそこで見てて待ってて。ありがとうございます。ありがとう、はい、でね、そのアジア選手権大会の時のお写真とか、見せていただいたんですけれど、はい、あの、すごい綺麗なんだけどね、まずその選手権大会の時の動画が、はい、うん、出ていたので、はい、まず、規定ポーズからね、はい、でまず規定ポーズをして、その後フリーポーズなんですけれども、はい、まあ、規定ポーズ、あ、出ましたよ出ましたよ、はい、規定ポーズいきましょう。あ、出てきた、かっこいい、出てきた、これが規定ポーズで、皆さんがこの3分間でしたでしょうか。最初は、あの、並んで、うん、あの、何分やるかは決まってないんですけど、うん、5つポーズがあって、うん、フロントとサイド2つとバック、うん、で今回はアブドミナル&サイっていう、あの、お腹を見せるポーズも、これは自分で、あの、好きな立ち方をして、あ、痛い痛い、あ、痛い痛い、はい、私ですよ、見てください、動いてる動いてる、はい、はい、そうか、へえ、やっぱりこのポーズもこう角度とかこう向きとかちょっとしたあれが決まってるんですかね、肩があるように見てもらったりとか、うん、でこれは横を向いて、うん、横のラインをチェックしてもらう、ターンライトでくると 4ポーズ4方向も、これは後ろですね、あ、なるほどね、背中とバック、ヒップのライン、あ、来た来た、ね、ちゃんと均等に映してくれてますね、はい、そうですね、はい、彩子さんですよ、右から2番目です、はい、こちら向きました、ヒュッ、そうです、あら、にっこり、にっこり、次が今フロントダブルバイセップスっていう、ね、これね、すごいね、これ何この腕、腕ね、すごいわ、これがサイドチェストですね、胸と肩と、うん、あ、やっぱり右側と左側出しやすい人は、ね、あ、そうですね、ありますね、はい、でバックダブルバイはバックポーズですね、背中とこの足、足、お尻、へえ、
でサイド、うん、トライセプス、腕の後ろとか、はい、お腹とか、ね、はい、綾子さんが右から2番目真ん中、そうですね、ですね、今映ってますね、すごいね。こうこのポーズで待ってて、うん、あとじゃああなたはこっちに行ってみて場所変えてもう一回見ましょうっていう。なるほど。2回ぐらい場所変えて、あの比較する選手をこう変えてるんですよね。なるほど。これもあのなんか平等でいいですね。そうですね、うん、一応最初入ってきた時は身長別になってるのかな、うん、はい、と韓国の選手ですね。すごいこうバルクって言ってこう筋肉がモリモリってしてる方ですね、うん、すごいな、うん、こういうモリモリっていう方になりたいって思う、うん、なるほど。彩子さんは今真ん中ね。この方去年優勝された方なんですね。へー、今年は日本人の澤田さんっていう方が優勝されたんです。あ、そうですか、うん、あ、じゃあここにいるのね。そうなんです、うん、インドの方と同じ日本の方と、うん、そう、この方がこの今一番右側の方が優勝された、うん、そうなんです。え、6人のうち3人も日本人。そうなんです。ちょっと頑張って派遣してもらったんです。あ、そう、はい、あ、やっぱりこう身長の感じやっぱり違うのが分かりますね。あ、そうですか、ね、うん、うん、だからやっぱり彩子さん小柄な方なんでしょ。そうですね、大きいもの、うん、右側の方なんか、うん、そうですね、身長別のカテゴリーだとこの 右側の日本人の方は私とカテゴリーが違うんですね。違いますね、4センチぐらい違うのかな。あ、やっぱり、はい、やっぱりその4センチの差で、はい、身長差で、はい、やっぱ全体的にやっぱりバランス変わってきますよね。これ腹筋見せるポーズですね。今回急に出たという。あ、そう、はい、焦りましたか。あ、全然、あ、やるんだみたいな感じで、いつも練習はしているので、うんうん、まあ、言われても全然いいよね、はい、でこれ終わった後30秒ポーズ、お、これは自由に見せてくださいっていうのと、うん、あとこれ全部終わってから1人ずつ出てきてのポーズもあるんですね、うん、あ、そう、はい、かこう場所も映っていいから、あ、そうか、みんなそう、だからこう歩いたりぐいぐい来る人はこう、すごいね、すごいね、はい、見て見て、はい、審査員のだから右側にいたから、うん、左の審査員にも見てもらいたいっていう方はぐいぐいこう、あ、すごいじゃん、なんか人の前でも出ちゃうのね。そうなんです。でもここが面白いところって言えば、うん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 、海外の試合の面白いところ。あ、そう、はい、でも、もうどんどん進行が進んでいくんで、じゃああとみんなこう下がって一、うん、人残ってやってくださいっていう風に。ああ、そう、そうですね、これで私さまた最後の方になるのかな、うん、はい、なるほど、うん、これ一旦切りましょうね。あ、はいはい、今が規定ポーズ。そうです。で、採点はどんな感じになるんでしょうか。採点は減点法なので、うん、100点満点から、いや点数が減点法なんだけれども、うん、表記は、この人1位、2位、3位、4位、5位という表記になってくるん で、 る、ね、で点数が1位の人は何点、7人の審査員がいると7点、うんうん、へー、なんか2位の人が7人つければ14点っていう風になってくるんですね、うん、はい、はい、いきます。じゃあ次がね、フリーポーズ。うわー、すごい、フリーポーズ好きなんだもんね。大好きなんです。出たぞ出たぞ。今回はね、あのインドのボリュッドダンスの曲を使ったんで、はい、すごいね、ダンサブルな感じで、うんうんうん、明るい感じでやったんです。なるほど。出た出た出た、かっこいい。おお、あ、ちゃんとやっぱ音楽にも、音楽にも合わせてやって、ね、そう、自由に動くところと力を入れるところ、すごいな。やっぱこうやって見ると女性らしいっていうのが分かりますね。あ、そうですか、うん、そう言っていただけるとすごく嬉しい、うん、すごいわ。あのこの腕のとこ、こう、うん、そうそう、そこがこう、うん、30秒だから短い。そうですね、うん、この30秒で1年かかって、うん、や積み上げてきたものを表現するっていうね。うん、まああのちょっとクッって思いつつもやっぱりそこにかけるっていうところがまた面白いかもしれないですね。うん、そうなんです。30秒、うん、もう本当か練って練って、うん、自分がよく見えるように。うんうん、ね、
そうか、まあ、今回ね、このアジア選手権に出られて、はい、なんか感じたことはありますか？あ、もうなんか視野が開けた感じでしたね。すごく楽しくって体の調子もすごく良くって、うん、でやっぱり周りの選手もお互いに協力し合って、うん、あの日本チームなので、うん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 、はい、その中で協力し合ったりとかして、はい、その選手の個性も出たりして、うん、すごく勉強になりましたし、うん、あ、もう全然日本でぐずぐずやってる場合じゃないって思いましたね。そうですよね、はいはい、やっぱりあの海外のいろんな国の人、まあ文化も違えば生活環境も違う中で、うん、一つのね、フィジーク、女子のクラスということでやっているということで、うん、なんかなんていうんだろうな、まあ、一体感もあるでしょうし、あと違うことなんかな、表現の仕方、やっぱり日本人と海外の方って違うから、うん、なんかこう刺激というか、そうですね、なんかハプニングがあって、私の曲が前の選手でかかっちゃったんですけど、はい、その選手って去年も、うん、一昨年も、あの一昨年かな、優勝、うん、アジアで優勝してる方なんで、うんうん、全く顔色一つ変えず、うん、私の曲で、それもあの私の曲って30秒で切ってなくって、うん、ずっと流しっぱなしになるように2分ぐらい入ってるんですよ、うん、で1分ぐらい続いてたんですけど、うん、ずっと自分のポーズでやってて、すごいって思って、あ、そう、うん、すごいなって思いましたね、うん、顔色一つ変えずね、日本だったら多分、あ、私の曲じゃありませんって言って多分普通に、うん、そこで止めちゃうと思うんですけれども、うん、もう百戦錬磨のアジアの女王を何回もしてなった方だったんで、違うとか言わないんですね、そのままやっちゃうんです、普通に。かっこいい、かっこよかったです、すごい、え、やっちゃうんだって思って、はい、次に出る私の方がちょっと動揺しちゃったぐらいな。あ、そう、うん、なんか素敵ですね、うん、そんなことしちゃうなんて、すごいかっこよかったし、でその方もあの後から、うん、あのそのインドの選手と一緒に、うん、すごいいい曲だったねとかって言って、うん、まあ、英語あんまり通じないんですけど、話しかけてきてくださって、いや素敵、ベイリーフェイマスソングだよとかって言ってくださって、なんかあのなんて言うんだろうな、余裕があるっていうか、うん、ちょっと違うところを感じますよね。そうですね、ほら本当はライバルじゃないですか、うん、だけどなんかこうなんていうのかな、まあ、余裕、フレンドリー、そうですね、うん、まあ、ボカって倒す競技じゃないので、うん、もう本当に自分でやってきたことを見てもらうっていう、うんうん、ところでやっぱりこうちゃんとしてきた人ほど心に余裕があるんじゃないですかね。そうですね、うん、自分の中で積み重ねてきて、うんうんうん、うんって納得してきて出てる人たちだと思うんで、すごいな、すごいね、うんうん、そっかそっか、本当に素敵、やっぱりあの上のクラスの人たちと一緒にね、うん、出会える機会がまたね、はい、ぜひ増やしていただくということで、もう来年も行けるように今年も頑張ってます。うん、頑張れ、はい、頑張れ。ありがとうございます。じゃあのここでもう一曲入れてもいいですかね、本日の多分これは最後の曲になると思いますけれども、はい、団子さん姉妹でサプライズ。数時間ですね。そうなんです、1時間半後ですね。そうですね、うん、17日なんです。17日お誕生日、51歳おめでとう。そう、51になるんですね、私、あっという間です、あっという間、うん、だ
けど、うん、若々しくていいわ。可愛いでしょ、すっごい可愛い、ねえ、うん、そうなの、そう、団子三姉妹からって言ったのはここに出てきたあのここ の, あの渋谷クロス FM のスタッフさんとあの3人で三姉妹にしようって言って、そうなんですね、それが合図だったんだ。ありがとうございます、嬉しい、可愛い、書いてもらって、可愛 い, い、すごい、ね、なんかね、ごめんなさい、本当あのメッセージいただいてたのに全然見るの後になっちゃって、はい、こんな大きいやつ用意すればよかったねって言って、あ、いえ、とんでもないです、すごい嬉しいありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あの51歳になるにあたりまして、はい、あの今後の抱負、抱負、うん、うん、だってほら今回ねアジア選手権出て、うん、いろんな刺激を受けて、うん、なんか本当にこう、まあこうなりたいな、ああなりたいなっていうのをいろいろ思ったんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうですね、うん、ちょっと期限をも切って、うん、もうちょっと頑張りたいなって思って、うん、あとは、うん、あの更新の指導もしていきたいし、うん、やりたいこといっぱいあるんですね、うん、更新の指導もしていきたいし、うんうん、だから来年再来年もあのアジア選手権出れるように頑張りたい、そうだそうだ、ってことは日本一にならなきゃいけない、そう、ね、そう、身長別で日本一にならなきゃいけないし、うんうんうん、で仕事もやってるので仕事も成功させたいし、そうですよね、ね、年収もアップさせたいし、アップさせたい、させたい、そうなんです、うんうん、はい、ね、うん、やっぱり、こうフィジークで何歳くらいまでとか別に年齢制限はない、すごいんですよ、平均年齢が女子のフィジークって49歳なんですよ、わお、それが去年、一昨年平均年齢40、うん、9歳って言ってたから、もしかしたら50歳になってるかもしれないみたいな、そうだよね、だけど今フィットネスブームで、あのフィジークじゃないんですけど、うんうん、ボディフィットネスとビキニっていう新しい競技は、うん、すっごい若い子が増えてきて、うん、スポーツクラブ自体も若い方が あの会員の数がすごい伸びてるんですよ、だからやってて、うん、あの周りの人たちがちょっと違うのが、そう、向けようかなね、あ、でも映んないわ、映ってる、かわいい、うん、そうか、すごいよね、だってね、知ってる、はい、あの2年後、はい、2020年にはね、人口の日本人の人口の女性、はい、半分が50歳、え、そうなんですか、平均高齢化でってこと、そう、うーん、すごいでしょ、うん、でもなんか運動してると、うん、更年期もなかったし、うん、で今でも、まあ、ちょっと、ね、40代ですかとかは言われるから、絶対言われちゃうと思う、うん、でやっぱり自分に気を使いますね、自分を可愛がってあげてることですから、うん、トレーニングって、うんうん、そうですよね、自分がこう、こうしたいなっていう体に作り上げていくので、やっぱりお尻垂れてたら嫌だなとか、そうですよね、うん、そうそうです、腕の後ろタプタプしてたら嫌だなとか、うんうん、お肌にも気を使うし、うん、でまあ、年相に落ち着いて見えるようなお化粧とか、うん、言葉遣いとか洋服とかも気を使うし、うんうん、絶対いいですよ、運動するのは、そうですよね、うん、そうなんだよ、だからあのほら私も下着とか使ってね、体を温めましょうって、うん、温活、そうそう、ね、温活もそう、そうそう、で、うん、それプラスやっぱり運動、適度な運動が必要、そう、自分の筋肉を自分で動かして汗をかくのが大事、うん、ね、だと思いますよ、本当にそう思う、はい、だってちょっと運動しただけで血圧もね変わったりとかね、はい、そうです、うん、血糖値上がる、はい、変わるとか、はい、そうです、そんなことに影響するんだよね、うんうん、だから本当体はよくできていて、ちゃんと自分で慈しんであげると、ね、どんどん元気になってくる、そうなんです、うん、ね、世の中にはこういう美味しいものがたくさんあるから、そう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 、そう、ね、ね、気にしないで食べれるようにするにも運動大事ですよ、うん、そうですね、うん、OK、 そしたらあと、あ、ね、時間あと8分ぐらいだから、はいはい、ちょっと下がっていただいて、はい、あれでもまだあれかな、でもいいよね、ちょっとポージングとかしていただいて、はい、あ、そうしていただいて、はい、でその間にこの間のお写真をちょっと流してみようかなと思うので、はい、はい、お願いします、うん、ということで、はい、はい、いってらっしゃ い、 はい、お願いします、はい、あやこさんが、ちょっと素敵なビキニに、これです、こういうやつ、こういうビキニをね、ちょっと見せていただくということで、ポージングなんかもしていただいちゃおうかなと思います、
見て見てこれすごいよね。久野綾子さん独特のポーズ、久野ポーズだっけ、綾子ポーズだったかな、というのもありまして、本当に有名な方なんですけれども、本当に気軽に、このスタジオにおいでいただいて、いろいろお話をしていただけるのも本当にありがたいなと思います。あー、いいですね。お仲間との写真も、うん、素敵素敵、いいですね。いやちょっとなんかここまで自分がなれるかな、まあちょっとここまではなれなくてもちょっと腹筋が割れたりしたいなとかね、思うこの頃でございまして、やっぱヒップアップも、筋肉を鍛えるということで上がるし、やっぱり体がね何よりも温まる、代謝も上がる、そんなところが利点かなと思います。すごいよね。前回皆さん聞いていただいてたかもしれませんけれども、登場した時にあまりにも私興奮しすぎちゃってキャーキャー言っていたというのも覚えております。皆さんもきっと今日は前回の体は、まあコンテストが終わって日にちが経っていたということもあって、だるだるですとおっしゃってました。なんですが今回は、このフィジークも4月の後半26日からあって、29日までということで、まあ、あれからもう2週間以上は経ってますから、もう食べちゃってるからちょっとなんだよねとおっしゃってましたけれども、しかし全然違ってました。前回とやはりこのアジア選手権に出て、体を鍛えるだけあって全然違っておりましたので、皆さんにキャーキャー言っちゃおうかな。うん、OK。それでは、ご登場いただきましょう。日本クラス別女子フィジーク選手権158センチ級優勝者の久野綾子さんです。どうぞー。イエーイ。かっこいい。ここは見えないから、ここに。ほら、すごーい、キャー、ポーズ何個かしていただきましょうか。これは何ポーズ？OK、はい、これは何ポーズですか？これはマスキュラ。マスキュラ？はい、はい、そしてあ、ちょっと待って、私の椅子がいけなかった。来てくれた、来てくれた。お、来た。お、来た。はい、このポーズがフロントダブルバイゼッツ。うふー、イエーイ。そうよ、ファイナリストだからね。はいはい、かっこいい。すごいでしょ。そうなんです。フィジークの女子チャンピオンです。写真撮っちゃって、撮っちゃって、OK、どうぞ、はい、かっこいいですね。もうね、このポーズはどこを見せる感じ？うん、バイバーイ。はい、かっこいいっす。うん、かっこいい。すごいですね、ここの肩甲骨すごい、うん、腕の後ろ、あー、ここね、ここ、これ、何これ、どうしたらここがこんなになっちゃうの？こうやって動かすと、こういう風になるんだよっていう風に説明できます。サイドチェストはこっち、胸と肩と足と、うん、すごいです。あらららららら、かっこいい。やっぱりこの間の時とやっぱり違いますよね。そうですね、あっちはあの時はもうオフだからね、うん、そうあれでもキャーキャー言っちゃったんだけど、ここの感じも全然違う。そうですか、うん、全然わかんない人に言われるのもね、わかんないけど、わかんないなりにフィジークチャンピオン、かっこいい、ありがとう。パチパチしてくれた
嬉しい嬉しい。破壊力があるって言われすごいよね、すごいすごい。あと3分ですから、うん、あ、そうそう、あのほら、クノポーズ、クノポーズ、ヒューヒュー、そうですね、かっこいい。これはもう、でも、もうあの先輩特許ですね。そうですね、うん、すごい。でもそういうのもみんな持ってるんですよ、なんかこう考えて、うん、自分の好きなポーズ。あ、そう、うんうん、いいところが見せられるポーズをね、やっぱり、うん、それがやっぱり一番いいですよね。だって見て見て、私たちほらそんなに身長変わらないの。本当だ体重これで今今日52キロぐらい。そう、そうか、そうか、そうか、やっぱり筋肉がついて50。あ、あのフィジーク、女子フィジークのチャンピオンなんですけど、はい、どうぞどうぞ。そうですよ、かっこいいでしょ。久野彩子さんです、ありがとう、嬉しい嬉しい。こんな風に言ってね、あの、ありがとう、ありがとう、かっこいいでしょ、うん、ありがとうございますね。こんなそばで見たことない、すごいでしょ、ここすごいんだからそう、ぜひトレーニングしてくださいね、嬉しいです、うん、ありがとうございます、嬉しいです、どうもありがとう嬉しい。今日はなんかとってもいい日ね、いいですね、みんなにあのおめでとうって言われて、51歳になったから51歳、違いの分かる女です、はい、ね、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとだけここにね腰掛けて、あと1分ですから、あら大変、いろいろ、いやー、ちょっと今日はいろんなハプニング、ハプニングというか嬉しい、フィジークチャンピオンです、ふふ、すごい。なんかちょっとちょっと2人を並べて、この上半身2人を並べてみると、ほらちょっとイエーイオセロ、オセロだね、全然違うっていうね、はい、よかった、はい、ということで、本日のゲスト、日本クラス別女子フィジーク選手権158センチ以下級優勝者の久野彩子さんをお迎えいたしました。それでは、皆様また次回おいでいただきたいと思いますので、はい、よろしくね、また優勝したら呼んでください、うん、本当に絶対優勝してね、はい、今年今度は7月に試合があります。あ、そう、はい、わかりました。それでは皆さん、さようなら、また来週、来週はまたね、別の素敵な方をお迎えしております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。